宿場町に入った頃に、ビンゴの秋太郎は、ねゃ、ねゃ、という猫の鳴き声に振り向いた。懸命に秋太郎を追ってきている。足を止めると、すり寄ってくる子猫。まだ手のひらに乗るような子猫。空を見上げると、バラバラっと小粒の雨が落ちてき始めた。秋太郎は子猫を抱き上げ懐に落ち込み、走りに走った。しかし小粒の雨は大粒のそれも叩きつけるような豪雨へと変わっていた。やっと長屋の軒先に飛び込み、しばらく雨の弱まるのを待つことにした。ひとこんの子猫は腹が空いているのか泣き続けている。すると一人の男がこの軒先に飛び込んできた。雨だね、旅兄さん、子猫との道中ですかい。この雨なかなかやみそうにもなさそうだ。ああそうかと言って、この家の大田の師匠、雨宿りなんかさせてくれる様じゃねえからね。この宿場じゃ大の男嫌いで通ってんだ。それがよ、数年前に付き合った男に騙されて借金まで押し付けられてよ。まあ師匠は男まさるだがね。その時に小窓が少し開いた。誰だい、人の噂話を面白おかしく喋ってるのは。びっくりして飛び上がった男は強い雨の中に逃げ去って消えてしまった。さっきから猫の鳴き声が聞こえてたが、旅兄さんの飼い猫かい。いえいえ、さっきから追いかけてきたもんだから、ついつい抱きかかえて来てしまったんですよ。あ、かわいそうだから中で雨宿りさせてやろうかね。いや、あっしはここで小雨になるのを待ちやすから。あんたじゃないよ、子猫の方だよ。さあここから渡してよ。もし相性が良かったら飼ってやってもいいよ。秋太郎は子猫をそっと小窓から渡すと、女は無情にもピシャリと戸を閉めた。やがて雨は小雨になり、秋太郎は強い空腹に気づいた。しばらくの間、子猫を預かってもらって、あ、近くの蕎麦屋でもと探すことにした。
しばらく行くと一膳飯屋があった。秋太郎は飛び込み、手ぬぐいで顔や首筋、手足を拭く。煮込みそばをすすっていると、横の二人の話が耳に入ってきた。なあ、兄弟、あの小唄の師匠、今日はきっちり払ってくれるだろうか。もう支払いが3回も止まってるぜ。無理もねえやな。以前の男に押し付けられた借金だし、都一の利息じゃ。もうそろそろ値を上げる頃だよ。さあ取り立てに行くかい。秋太郎にはさっき子猫を預けた女の顔が頭に浮かんだ。そば台を置き、男二人の後ろについていった。方向も間違いないようだ。兄さん方、ちとお聞きしやすが、向かうのはあの小唄の師匠さんのお宅で。びっくりするじゃねえの、旅人さん。あの小唄の師匠と何か縁があるのかい？ちょっとした縁がありますんで。その借金ってのはいくらなんで？もう重量ばかりになってるな。元金はいくらです？ああ、元金は2両だがね。何様、都一で借りてるんでね。膨らめに膨らんでしまったってわけよ。ねえ、兄さん方、その元金の2両で勘弁してもらえねえだろうか。今すぐに2両渡しますが。冗談じゃねえ。ね、せっかくの金づるを元金で渡すバカはいねえぜ。あこぎな商売をしてやがるな。なら、てめえたちの親方のところへ案内しろい。きっちり話をつけてやるじゃねえの。突然変貌した秋太郎の態度に男二人は逃げようとしたが、秋太郎の足払いで地べたに叩きつけた。秋太郎は長屋の小窓の外に立ち声をかけた。小唄の師匠、さっきの旅ガラスでござんす。雨も止んだようでござんすし、子猫を受け取りに参りました。ガラリと戸が開き、女は顔を出した。ね、この子猫かわいいし、私にすっかり懐いちゃってしまってんのよ。飼ってあげるから
置いていきなよ。そうですかい。じゃあよろしくお願いします。秋太郎は背を向け立ち去ろうとした時、子猫は女の手から飛び降り、小窓を越えて秋太郎の足脚半にしがみついてきた。それを抱き上げ、いや、やっぱりあっちが道連れにしやしょう。子猫を抱き上げたが、一声あと亡くなり、秋太郎の胸から飛び降りて、そして小窓を越え、またも女のもとに戻っていった。ねえ、この子猫すっかり私に懐いたみたい。私もこの子猫に恋しちゃったみたい。そして女は小窓をピシャリと閉めた。しかしほんの少しの隙間があった。秋太郎はさっきの男二人から二両で取り上げた証文をそっとその隙間から投げ入れ、足早に走り去った。またまた雨足は強くなり、横殴りの風に加えて跳ね返る水しびきにされされながら、秋太郎は走りに走った。借りた軒下。